こんにちは、皆さん。今日はですね、紹介していきたいのはこちらです。ビッグカップヌードルです。ちょっと見てわかるんですけど、この麺見てください。麺がなんかパスタ状なんですよ。で、僕、前カップヌードル食べた動画をあげたんですけど、それは日本とあんま変わらない。結構、日本よりはあんま美味しくなかったんですけど、そのカップヌードルの動画こっちにあるんで、もしそっちよかったら先見てください。で、これは、なんか今までずっと気になってはいたんですよ。なんかカップヌードルなのになんかこの麺がパスタ状なやつがあって何なんだろうってずっと思ってて、でもなんかちょっと食べる勇気がなくて今までずっと食べてなかったんですけど、ちょっと春休みでもう今食堂も空いていないので、お昼ご飯にこれを食べていきたいと思います。では実際作っていきましょう。では実際に開けていきたいと思います。オープン。お、うわー、中に火薬が入ってないですね。もう麺となんかそのスープみたいので、もうこれ見てください。もう麺がなんか小さいんです、短いんですよね。なのでラーメンじゃないですね、これは。じゃあお湯を入れていきます。3分待ちます。お湯はちょっと少なめでいきます。硬い方がいいんで。よし、もうちょっとかな。では3分待ってみたいと思います。3分経ったので開けていきます。ちょっとパンダ入れて、おお、わあ、パンダがゾンか臭くなった。では開けていきます。オープン。うわあ、汁ない。うわあ、どうなんすかね。ちょっと汁やっぱもうちょっと入れた方が良かった。ちょっと入れとこう。今入れても一緒だけど、よいしょ。では開けていきます。じゃあ実際に食していきたいと思います。ちなみにフレーバーはビーフフレーバーみたいです。では実際に食べていきます。うわー、どうなのかな。うわー、やっぱそうだよね。麺がまず短いんですよ。これなんで切るんだろう。これ切らなかったら普通のカップラーメンな気がする。しかもちょっとなんか平らなんですよね、全体的に。ではいただきたいと思います。まあ予想通りの味なんですよね。なんか麺が切れてるカップラーメンのあの赤いやつ、日本である赤い標準タイプのやつにすごい似てます。まずすすれないんですよね。すすれないのもすごいちょっと嫌で、なんなんですかね。なんでアメリカのこのビッグタイプの方は麺がちぎれてるんですかね。ビッグじゃなくて普通のタイプのやつは日本と同じちょっと長い縮れた麺で、でそれの方が僕は好きですね。まあこれはビッグなんでお腹いっぱいになるとは思うんですけど、そんなところでした。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。